はいいかな。はい、それでは、代理権の乱用につきましてお話をしてみたいと思います。でこの問題ですね、代理に関して一通りの、学習が終わってから、学習を始めるようにしてください。じゃないと何言ってるか分からないと思います。はい、テキストの、90ページのケース37を見てみましょう。A 社の営業部長である B は A 社の営業関係について、全ての事務を執り行う権限を有していたが、ある日自らの有給資金の捻出に苦慮した B は取引先である C に対して商品の発注を行い、その商品を D に転売して得た代金を着服してしまったと。で C は取引当初 B が着服する意図で取引を行っていることを知らなかったが、 D は転売の時点で B のこうした意図については知り得る状況にあったと。この場合 C から A に対する代金支払い請求並びに D から A に対する商品の引き渡し請求に引用されるかという、こういうことでございます。これだから仕入れるわけですね。で仕入れてその代金着服しよう、そのために仕入れとるわけです。で、代理行為がですね、本人に効果帰属するためには、もう一度確認しておきましょう。民法の99条でございます。99条ですね。はい、以下です。代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思を、じゃあ本人に対して直接にその効力を生じるわけですから、一つ目の要件としては権限内であるということ、二つ目が本人のためにすることを示してする権限ですね。この二つが要件になってくるわけです。でこの、90ページにありますこのケース37は、この B、A 社の代理人である B はこれいずれも、代理権の範囲内なんでしょうね。で、懸命も行っているわけですから、これ本人に効果帰属しそう、99条の要件は少なくとも形式的には満たすわけです。だったらこれ本人に効果帰属させていいのかと言われると、なんかそれも変な気しますね。着服する目的があるというわけですからね。でこのように客観的には、有効な代理行為のように見えるけれども、主観面においては、着服する意図がある、つまり代理行為でないというような、こういった客観的には代理権の範囲内なんですよ。主観的には代理権の範囲内じゃないんですよ。これを、代理権の乱用という言い方いたします。で代理権の乱用、今言いましたようにこの主観面の方を方形式として捉えるのか、客観面の方を、方形式として捉えるのかということで考え方大きく分かれてくるわけですね。つまり一つの考え方としては、いやいや代理権の乱用といっても民法、代理行為が本人に効果帰属するためには先ほど見た民法この99条のこの2つの要件だけじゃないかと。だから本人に効果帰属して構わないという考え方一つ成り立つわけですね。で本人に効果帰属するわけですから、 C から A に対する代金支払い請求も D から A に対する、財産権移転請求もこれもいずれも認められそうだと。ところがC の方こっちは構わないと。 C 何もその事情知らないんでね、 B の配信意図を知らないんで。だけども D についてはこれ知ることができる状態にあったわけだから、こうしたものから、財産権移転請求をするのはこれは権利の乱用だと、あるいは、真偽誠実の原則に基づいて認められないと。民法1条の話ですよ。民法1条確認しておきましょうか。民法1条ですね、権利の行使及び義務の履行は真偽に従い誠実に行われなければならないとかですね、あるいは権利の乱用これ許さない、権利乱用ですかね、どちらかというと。で、こういう考え方が一つあります。で要するに一般条項の適用をもって最終的な当事者の利益調査を図ろうという考え方になってくるわけですね。でこれ僕権利乱用だと思うんですけれども、一般的には真偽即説という説明が、名称が付けられることの方が多いと思います。はい、それから今のじゃあこの主観的にいきましょうか。主観的には客観的には代理権の範囲内の行為だけども、主観的にはこれ代理権の範囲外の行為だと。だからこの主観面を取られるのであれば、この B の行った行為というのは典型的には無権代理だということになるわけですね。従いまして無権代理だから本人に効果帰属しないというところから、話は始まるわけです。よくて無権代理行為ですから C も、無権代理行為に相手が立てる C や D というのは最終的には無権代理人の責任追及ですか、民法117条ですね。117条、
他人の代理人として契約をした者は自己の代理権を証明したとき、または本人の追認を得たときを除き、相手方の選択を従い、相手方に対して履行または損害賠償の責任を負うということで、履行または損害賠償を責任追及してくるというような形で、無権代理人の責任を追及するということで、解決を図ろうと。で、例外的にこれが、表権代理、この場合民法110条ということになるんでしょうけれども、110条の要件を満たす場合には、本人である A としては、相手方 C や D からの履行請求を追及できないというような、こういう理論的にはですね、今の、これ表権代理説というんですけれども、こういう考え方が出てきそうですね。つまり客観面から見るのであれば、代理行為の客観面から見るのであれば本人に効果帰属するのが有権代理だと。でも最終的には当事者の利益調整を図るために一般条項で図ろうという考え方、これが審議即決。これに対して主観的に見るとこれは無権代理なんだから、だからよくて表権代理が成立して本人が効果帰属することを拒否できないという形で利益調整を図るというのか、このどちらかでしょうね。太いですが、 B の行った行為がですね、これが代理行為として、有効なのかどうなのかという、ここが、代理権の乱用にとってはポイントとなってきます。ところが日本の裁判所ですね、この問題従来どう考えてきたのかと言いますと、全然違う考え方するんですね。どういう考え方かと言いますと、はい、93条だと言うんですよ。意思表示は表意者がその真意でないことを知ってした時であっても、そのためにその効力を妨げられないと。ただし相手方がその意思表示が表意者の真意でないことを知り、または知ることができた時はその意思表示に無効とすると。買う気もないのに買うというのと同じだと。表示に対応する、表示から推断される内心的公開しかないのと同じなんだと。つまり、着服する目的で、その目的で、意思表示をしているじゃないかと言うんですね。なので、93条の、類推適用するという、こういう考え方で裁判所判断して、何が類推なのかと言いますと、本93条の1項というのは表示から推断される内心的効果しかないことだ。ところがこの場合は表示から推断される動機、着服も意図という動機、この時まで、類推できるんだという考え方をしてきたわけです。これが、従来の日本の裁判所の、判例法理でした。で、29年改正でですね、いわゆる債権法改正というのでですね、これもう立法的に解決を図るんですね。どう解決を図るのかと言いますと、107条でございます。民法107条。もう代理権の乱用と条文を作るわけですね。代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知りまたは知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなすということで、無権代理だと考える。つまり先ほどの説明で言うと、こちらですね、ここですね、この表権代理説、これで考えていくんだと。無権代理、表権代理で考えていくんだという、立法的解決がされます。で、みなすという言葉なんですけれども、みなすという言葉は本当は違うんですね。本当は違うけど法律上はそう取り扱うんだと、というよがった見方をするのであればね、よがった見方というか条文解釈としてはこれが筋はいいですね。本という見方をするんでは、本来は有権代理だけども無権代理として評価しますよという読み方が一番素直なみなすの読み方になるんだと思います。ところが、この考え方は、この場合に関しては違うと思います。その理由は簡単で、こうしたですね、学説、代理権乱用に対する、この有権代理なのか無権代理なのかという、この議論がありまして、これが決着つかないので、法的な処理としては、無権代理から考えていくという、そういう、立法的な解決だと評価するのが正しいと思います。